はい、すごいな。もうだからもうこんな感じなんです、僕今日。あのね、どうしてもね、あのね、こうなっちゃうんです。頑張ろうって思うんだけど、なんだろう。でも、東監督いるしなっていう、あの、両親みたいな、やつが働いちゃうんですよね。両親じゃないな。なんでしょう。いや、もうわけわかんないから、いや。両親両親というか、なんかこう、何を言えばいいのかなっていうね、そういうのが働いちゃう。空回りしてると思う。そう、空回りはしてしまいますよ、そりゃ。うん、本当に。自分だって今1センチか2センチ浮いてるじゃねえかなって自分で思ってるもん。大丈夫よ、着地してる、大丈夫よ。あ、そうだ、そうだ。これ、はいはい、それ今日あの触れようと思ったの。あの、この昨日、おとといとかでね、西日本の方でね、あ、すごかったじゃないですか。うん、僕の実家の方もですね、あの実は、あ、そうだね、使っちゃって、本当に。そう、あの、僕の実家は大丈夫だったみたいなんですけど、はい、なんかその、いつも買い物に行くスーパーとかのところがもう、全部冠水しちゃってる状態で、しかも結構広い状態なんですよ。そう。で、びっくりしたんですけど、あれ、だから土砂崩れとか多い場所だから、あれ大変だなと思ったんですけど、俺いなくてよかったと思ったんですけど。そうね。ね、本当にだから、あの、皆さんね、あの、お亡くなりになられてる方とかもいらっしゃるので、うん、本当にそれはもう本当に大変だなと思うんですけど。どうですか、今日中国自動車道、土砂崩れで。通行止めみたいな。そうですよね。はい、言ってましたよね。あ、三重とかどうだったんですか？三重はね、なんともなくて、やっぱあの、ちょっと、私の祖父母が大阪にいるので、やっぱ電車止まっちゃったりっていうのは結構不便があったみたいですけど、その冠水とかそういう大きな被害には至ってないみたいで。あ、そうなんですね。ちょっと死者の数が多すぎて。そうですね。もうなんか、テレビとかで見てるともう、ね、2階の家のもう2階で普通にもう水がね、そうですね、来てて、ボートが、っていう感じですね。そう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 、うん、ね、なんだろうな、あそこの地域ってその広島とか岡山とか一番ひどかったところって、うん、実はね、あの山に囲まれてた、あんまりあの雨とか台風とか来ない、避けられるところなんですけど、ちょうどその山と山の間に入ってきちゃったから、もうああなっちゃったみたいで、だからそのあんまり来ないところだから、あのその遅れ遅れになっちゃってみたいなのがあるみたいですけどね。それこそ東監督ってご出身ってどっちだ？僕東京なんですよ。あ、東京なんですね。東京でも結構降ってましたもんね、言うて。いや、そんなでもないけど、もう今回はちょっとおかしいのはさ、はい、あの梅雨前線っていうのがちょっと北海道にかかって、あ、関東はすごい早かったじゃないですか、はい、梅雨明けが、はいはいはい、そうですね。北海道って梅雨がない地域だよね。そうなんですか。だけど、ね、北海道に梅雨前線がかかって、まさに梅雨に入ってるんだよ、北海道が、はい、っていうだと変な異常気象ですね。気候変動が非常にやっぱり気になるよな。昨日も地震ありましたしね。びっくりしましたよね。ね、あれ本当にびっくりしたんだけど、あれね、千葉もずっと言われてるんだよ。ああ、ずっともう群発地震が千葉起きていて、昨日やっと大きいぐらい。本当だね。5でしたよね。ちょっと5弱って言ってますね。携帯をうまく使うんだよ。あ、そうなの。自分の情報だけじゃなくて、そういうちょっと揺れくるでもなんか見てると、1日に千葉10回とかあったりするのが今度続いてんだと、ちょっと見るだけでも自分の身の安全守れるんだろう。なんかその時だけ5弱来てるとかって、まあ情報ってなんかうまく見た方が、ごめんな、おじさん説教しちゃう。いやいやいや、大丈夫です。飲みながらって言っちゃう。大丈夫です。いやでもびっくりしたんですよ。3でしたね、確か。東京の3でした。昨日だったの？昨日の、私昨日千葉に行ったので、ものすごい揺れたんですよ、マジでびっくりして、自分が揺れてるのか、なんかめまいかなとかなったのが揺れたんですよ。怖い、怖い、怖い、うん。まあでもね、皆さんね、地域の方たち頑張って復興してるんですね。本当に頑張ってくださいっていう感じですね。はい。まだまだ降ってるからね。そうですね。はい。それからもね、まだ、はい、ちょっと気を抜いて。これ以上ね、犠牲者が出ないようにしていただければと思いますね。あとはまあワールドカップですか、最近は。好きですね。大好きなんです。ごめんなさい。あのね、本当にね、ワールドカップの話をしたくなってしまった。サッカーとか見られない？見ますよ。本当ですか。うん、めっちゃ興奮しました、僕。ベルギー戦とか。あ、はい。あれね、皆さんね、
僕の意見言っていいですか。ごめんなさいね、僕の話ばっかりすいません、うん、あの僕の意見言っていいですか。あのね、すいませんね、ポーランドの時になんかいろいろ言われたじゃないですか、日本の選手戦い方ですか。そうそう、戦い方でその後ろで回していくね、はいはい、サッカー興味ない人に言ってもあれだなあれだなと思うんですけど、ただもうその後ろで回したりとかねするのってあれもサッカーですから、皆さんあの否定しないであげてください。本当にあれもサッカー。もう2日間ぐらいテレビみんな言ってたろ。そうですね、なんでそこでまた喋るかそう、だからそのね、そういうのがあったからそのベルギー戦でね、バンバン行こうとしてああなってるので、そう、そこはちょっと許してあげてくださいっていうのはちょっと思います。あとね、僕あの日本だけじゃなくていろんなそのチーム好きなので、はい、あのフランスとか頑張ってくださいっていう感じですね。どうですか、なんかサッカーどっかで見られてましたか。でも見てたよ。あの自分の家ですかね、うんうん、テレビで見てないでしょ。いや少し見ましたよ。本当、はい。まあなんかこうね、なんか友達と一緒にね、ニュース映像で見ても大丈夫。そうですね、どっちが勝ったかわかる。確かに確かに、ちゃんとその前後のプレー出ますからね。そうそう、ちゃんとリプレイみたいな。まあでも正直日本頑張ったんだと思いますよ。だってベルギー甘やくまって言われてて、だってブラジルに勝ってますからね。王者ですよ、6回王者ですよ。そう、勝ってるので、それとあの試合できたのはすごいんじゃないかなとは僕は思ってます。あれすいません、本当にねサッカーの話になるとすぐこういうことになっちゃうからごめんなさい。そう、大好きなんです。サッカー興味のない人たちにどうやったら面白いかっていう。そうね、そうね、それはそうですね。やっぱりだから、なんだろうな、一つ一つのプレー、あれね、マジでみんなこのシュートとかキーパーとか決まったりとかしてみんなわーってなりますけど、あれね、選手たち11人常に動いてるんですよ。めちゃめちゃしんどいです。そういうところを見るともっと面白いんじゃないかなと思います。サッカー見てることない人ね、そういうところ注目してみればもうなんだろう、ずーっと90分間動き回ってるのね。はい、選手の方々は本当にすごいことやられてる方なので、ね、もう本当に尊敬しますね。だから僕もね、もっと頑張らなきゃいけないんだなって思います、ああいうの見ると。あなたも90分喋り倒したね。ちょうど90分やしたちょうど90分。結構本の連続タイプ。結構結構喋ってるでも、俺。なのでね、僕、あの、東監督が、監督が初めてなので分かんないとは思いますけど、僕ね、結構ここの番組で身を削って喋ってるんですよ。あのね、これ何回も言うんですけど、あの、女の子のその、プロレスラーのね、あの、アイドルみたいな人が来た時って、基本的に俺、ケツ蹴られてるんですよ。マジで。意味わかんないですけど、ケツ蹴られて、あの、アウトとかコメントで来るので、ケツ蹴られて頑張ってます。実は。頑張ってください。そう、身を削って口から吐き出してるだけなんで、僕はここでね、多分それでね、あの楽しんでくれてる方がね、あのコメントとか残してくれてるんで、それはね、ありがたいと思います。ね、はい、身を削っていきますね。はい、さて、コメントの方来てますかね。あの監督さんに、あの私が参加、さっきの長寿さん、長寿さん、私が参加していた時は、あそこの監督が AD だったなって言ってます。 AD? AD だったな。 AD はアシスタントディレクターってことですか。ね、僕助監督 AD 経験ない。ああ違ったのかな。じゃあ多分同姓同名の東慎二さんっていう監督がいらっしゃる。ああそうですか。はい、ね、相棒とか取られている助監督チーフで何本も取られている東慎二さんっていう方がいらっしゃるんです。ああ違う。そうなんだ。今のジョッキーの方も、ああ、そう、ありがとうございます。